バブなんだけど、はい、なんかちょっと違う感じがしてて、はい、あ、すいません、お名前の方だけですね。名前、稲毛です。稲毛さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。え、今自分もちょっといきなり聞かせてもらっちゃいたいんですけど、これってバブ2なんですか？外装がバブ2なんですけど、はいはいはい、フレームがスーパーホークって言って、ええ、バブとはまたちょっと違う、バブはバブなんですけどね。はいはいはい。あ、そうなんですか、はい、スタンクとアルフィンはなんかまあバブ2じゃないですか、はい、後ろがなんかバブ3っぽい感じ。スタンクでしょ。そうですね、タクタン、はい、タクタンバブ2の、はいはい、で、このテールがなんかバブ3っぽい感じだなと思ったんですけど、違うんですね。これは どんなものなんですか？これはケツ RP って言って、ケツ RP、 はい、社外のテールなんですよね。で、うん、テールレンズは GS のもの入れてて、はい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 。え、こちらのじゃあ、バイクで言ったらスーパーホークっていうふうになるんですね。スーパーホークですね、はい。そうなんですね。しかもなんかだってこちらも見てください。え、これはディスクもなんか結構いろいろあって、これはもうこれもスーパーホークのディスクっていうことなんですか？そうですね、スーパーホークになると前が2枚、後ろが1枚、トリプルディスクって。ああ、トリプルディスク、はい、あ、そうなんですか。ほう、いや、なんか変わったバブだなと思ったんですけど。こだわりが詰まってる。そういうことですよね。え、これは元から、何年ぐらい前に買われたんですか？3年ぐらい前に買われて、もうこのまま紫というか、はい、の塗装で、はい、あ、ここから何も変えてないんですか？もう全体的になんかその3年前に買ってからなんか、そうですね、テール変えたり、うん、そんくらいですかね。GS のテールを変えて、はい、あとはどこを変えたりしたんですか？中を、あ、待って、GS っぽく、え、これ GS なんか、あ、これはスーパーホークのメーターなんですよね。あ、そうか、あれ、これバブ3とかもこんな感じなんでしたっけ？いや、バブもメーターが3種類くらいあって、自分もはっきり分かんないんですけど、あ、これがなんか、へえ、なんか本当にバブ2っていうのがパッと入ってくるから。そうですね、うん、外装がそうなんで、なんかいろいろ違うから面白いなと思ったんですけど。しかもこのロケットとかは、これも元からのやつですね。そうですね、うんうんうん、かっこいいね。お、何かお気に入りポイントみたいなのありますか？お気に入りは、はい、モンキーさんに作ってもらった、はい、あのテールのライトなんですけど。あ、これ何テール、え、何テール？モンキーテール。モンキーテール、あ、待って、前にね、聞いたことある。前にね、あの、ですよね、B 連合さんのね、取材した時にお伺いしてるんですよ。そっか、すげえ、ね、これもだから特殊ですよね、本当に。そうです、これも多分、はい、今半年1年待ちって聞く。そうなんですか、はい、ということは価格も上がってる感じじゃないですか？多分今、ええ、値段も上がっちゃったみたいですよね。その、ええ、ガソリンとかも上がってるじゃないですか。はい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 、製造上がっちゃってるとは聞いてます。そうなんですね、すげえ、モンキーテール、ね、2回目見ました、自分。貴重でしょ。ですよね。稲毛さん、はい、どうされましたか？これはですね、買ってすぐ、自分でまだメンテする前ですよね、はいはい、前の持ち主から買った時に、はい、後ろのブレーキがちょっとメンテ不足で、はい、壊れちゃって、山道走ってたんですよ、はい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 、で後ろのブレーキが効かなかったもんで、うん、やばくないですか、はい、そのままスピード出たまま、うん、林に突っ込んじゃったんですよね。マジですか、はい、めっちゃ怖いじゃないですか。その時の傷ですね。でもこれだけだったんですか、傷としては？あ、前も割れたりとかしちゃったんですけど、うん、間に一応足が挟まってたんで、この辺は。あ、だから逆に、逆にここだけ傷ついたみたいな。え、足どうなったんですか？足はすりむいたくらいです。無傷みたいなもんで良かったっすね、はい、包丁の下がりですですよね。あれだね、ローレルのテールってやっぱ入るね。そうですね、ローレルテール、ローレルね、ローレルテールじゃない、ローレルテールじゃねえ、はい、ロールウィンカー、ロールウィンカー、はい、しかもなんかとんがりフェンダー、自分もこれつけてました、盗まれましたけど、はい、うん、こちら推しですからね、うん、あ、そうなんですか、はい、推しですからね、はい、まっすぐで結構ですね、はい、後ほどね、 こちら、はい、名前はなんていう、ホンダレーシング、ホンダレーシング、ホンダレーシングさん、はい、うん、推しでございます。おお、はい、しかもこれ、はい、旗棒に何かくっついてますけど。そうですね、サイコロですね、サイコロ。ちょっとしたおしゃれということで。そうです、なんかこだわりがあるんですか？こだわりはそんなないんですけど、高さをいい感じにして、ね、夜ライトが照らされるとクリアなんで。ああ、ちょっと光ったりなんて、光ったりする、あ、そういうようなこだわりがあったりするんだ、はい、面白いですね、はいはい、あともう一個気になったんですけど、はい、これ後ろにコルガンかぶったりするのって流行ってるんですか？流行ってるわけではないと思うんですけど、はい、
前かぶりだと、はい、ちょっと飛ばした時に持ってかれちゃうじゃないですか。ああ、そういうことですね。自分はそれが嫌で後ろかぶりなんですよ。もうほとんど基本的には後ろかぶりの感じ。はい、でも飛ばしてる方はこれ立てやすいと言いますか。はい、あ、それは結構嫌な感じで。いや、ゆっくり走る時は前なんですけど、一生懸命だからこうなって風の、はい、風が入っちゃってる、これを一生懸命こうやって戻すの。あ、だからそれが嫌だからってことですね。やりますよね、こうやって。やりますね、はい。あ、そうなんですね。これ考えたら顎ひもこうやってボタンで止めとけばいいけど、止めといても風が入るとこでやっぱり行っちゃうんだ。あ、確かに。それを気にするのはやっぱ後ろかぶり。後ろかぶりにしたいっていうことなんですね。そうですね。ホンダレーシングさんね。ホンダレーシングさん。はい。ホンダレーシングさんっていうのはどういうつながりなんですか？つながりっていうか、もう今はないんですけど、今、形としては、作ったのがその自分たちの仲間内で、あ、そうなんですね、はい、稲毛さんなんかの集まりで作った、はい、そうですね。あ、そうなんですね。あ、メンバーの方は今じゃあメンバーもバイク降りちゃった人間もいるんですけど、今も一緒に乗ったりはして、もう不利な感じで走ってる感じですね。そうなんですね。いや、年季入ったこのバブ俺好きだわ。おお、マジでほど年季入った感じ好きですよね。好きだわ俺。こっからなんか変えたりする予定ありますか？こっからはもう飽きてきたんで、とりあえず塗ろうかなとは、はい、あ、そうなんですか。はい、もう全部から変えちゃおうみたいな。そうですね、この間もベースの新しい3段も買ってきたんで、3段も新しいの作って、っていうのはやろうかなとは。あ、そうなんですね、はい、もう飽きちゃったらもう変える。はい。あ、そうなんですね。うん、いい仕事だと思うよ俺、はい、飽きたら変える、うんうん、そうですね。さすがです。ありがとうございます。次ってやっぱ秋田の彼女は進化形態ってことだからね。はいはいはい。はい、まあそうですね。はい。ということで、今回は、スーパーホークでいいんですよね。スーパーホークですね。はい。なんか変わった、なんかこの単車の紹介をしてもらったっていう感覚だったんですけど、はい、なんか楽しく紹介させてもらいました。はい。ありがとうございます。はい。いろいろな詰まられたよね。はい。これからの進化の仕方たちもね、はい、出たし、これからも大事になったと思います。ありがとうございます。僕はやっぱちょっと変えたいのかもしれませんよね。はい、でも思い入れがあるからね、はい。思い出の傷としてね。はいはいはい。いや、ね、俺癒さなくてもいいんじゃないかなって。あえて残しておくのもいいかなっていう、ね、はい。だんだんね、単車も高くなるし、今度パートも高くなってきてる、ね。そうですよね。はい、そこら辺とかもなんか大変になってきそうですけど。メーカーさんなんかもしかしたらちょっと上がってるかもしれないっていう話も聞きますからね。はいはいはい、はい、これからが楽しみな一台です。はい。ありがとうございます。ということで、稲毛さんありがとうございました。ありがとうございます。からの。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago